さあ、モーターサイクルファンタジー、今回はですね、こんなおもちゃを仕入れましたよの巻ですね。はい、これ名前知ってますか？これ知ってます。何ですかこれ？マグナフィフティ。素晴らしいですね。友達が乗ってたの。あ、書いてあるからカンニングしたんですね。ということでですね、これマグナフィフティというバイクで、まあ、クルーザーの小さいのですね。ただ現状、まあ、見ると分かると思うんですけど、いろいろついちゃってるんですよね。ノーマル状態じゃないというところでですね、私好みにですね、ちょっと今回はこれをノーマルに戻しながら、もちろん全然動かないんで、これ動くようにですね、まあしていくと、いうのがですね、まあなんとなくのコンテンツなんですけど、よろしいでしょうか。はい、多分これ珍しくね、ノーマルの色が残ってるんですよね。あとシルバーが多いんですよこれ。ただこれブルーなんで珍しいんですよね。これ結構新しい方の、はい、だと思います多分。ただ逆に言うと好みはシルバーなんですけど。まあそうだった、はい、ただまあ別にいいやってことで、まあ割と多分ノーマル前として、完全ノーマルじゃなくていいんですけど、ノーマル前として、それをですね、ちゃんと動くように直してうろつきたいっていうのがですね、まあ、今回の夢でございます。せっかくなんでね、ちょっと詳細チェックしていきましょうか。はい、はい、見てください、このホイールかっこいいでしょこれ。原付きのくせにこのホイールがついているっていうところがですね、まず非常にポイントが高いんですよこれ。例えば同じジャズだと、スポークホイールになるんですよ。あれはあれでかっこいいんですけど、ただ珍しさで言うとこっちなんですよね。そしてさらにこのホイールが結構綺麗な状態で残ってる、これ洗ってすらないんで、だったらこのホイールで乗ろうじゃないかっていうのがまず一つですねこれ。でディスクブレーキなんですけど、このディスクもですね、穴なしなんですよね、うん、これもうちょっと個人的にはもうたまらないポイントで、割とその普通穴開いてるんですよやっぱり、いろんな意味で冷却だったりとか、パッドの下層なるべくっていう形で。ただ昔のバイクはこういう風に穴なくて、割とですねこの穴ないのがかっこいいっていう風に個人的には思い込んでる節があるという噂が世間では流れてるということでよろしいでしょうか。はい、そしてフロントブレーキキャリパーはワンポット片押しですね。はい、片押しワンポットピンスライドのキャリパーがついてます。これも可愛くないですか、丸一つって感じが、うん、すごいシンプルですね。そうなんですね、これが2つになっちゃうと、こういうね、ひょうたんみたいなね、2つになっちゃうとよくあるねって気持ちになっちゃうんで、まあ、その辺も含めて、このブレーキシステムは非力で貧弱なんですけど、ただ非常にですね、そそるっていう言い方がいいですかね。はい、そしてフロントフォークは整列フォークで、はい、なんか結構綺麗なんですよね、全然いけちゃうじゃんこれっていうね。はい、そんな感じになってます。まあ別に大した機構じゃないんですけど、はい、そんな感じのフロントフォーク。そしてここですね、ここにこのカバーがついてるんですよ、ホンダって書いてあるね、アンダーブラケットのカバーですね。これも、せっかくこれすごいいいポイントなんですけど、個人的にはね、うん、これで隠れちゃったんですよね。なるほど、個人的にはあれだ感じのカウル、そして個人的にはあれな感じのライトがついてますね。これほらよく女性の方が自撮りするときに、YouTuber とかの人がこうここが光って中にカメラが入っててあれみたいな感じのライトがついちゃってると、まあここはノーマルに戻したいなという夢を抱いている感じですかね、次第でございます。はい、せっかくね、もともと美形なんですよこのバイクです。さあ次ハンドル周り行きましょうか、せっかくなんで。ハンドル周りはですね、ノーマル前としてるのと、マスターは綺麗なんですよね、ほら純正マスターシリンダーなんですけど、非常に綺麗な状態で残ってる。だから程度がいいんでしょうねこのバイク、うん、でグリップヒーターがついてる。なんかヤマハなのって聞きたくなるようなやつなんですけどこれ。でも実はホンダさんの純正だと思います。これ同じなんですよね、スイッチがある年式同士だと同じなんですよこれ。気をつけてください本当に。ね、ちょっとその辺はうまくやってくれって感じなんですけど、はい、そんな感じになってます。そしてこれほら、これ分かりますか、ライザーって良いのかな、クルーザーの場合はライザーがアルミなんですよ、はい、贅沢です、ね、まあまあアルミなんですけどみんな、うん、ただなんていうんですか、ちょっとこうライザーっぽいライザーになってて、ちょっとアルミのむき出しの肌なんですよね、だからちょっとかっこいいんですよね。そして結構ねこれ作りが贅沢で、このトップブリッジにこういうのがついてて、ここもクロムメッキになってて、そしてメーカーロゴが入ってるっていうですね、でキャップもメッキっていうですね、なんかこうピカピカなんですよね。どうですかこのピカピカさ加減、非常にいいですね。そしてスイッチもですねこんな感じで、まあ、ライトローハイがついていて、ウインカーがついていて、ホーンがついていて、ちゃんとここにウインカーがついてるタイプなんですよこの頃は、うん、はい。そして贅沢にもこれクラッチじゃないですか、このホルダー見てください、今こんな立派なクラッチホルダーついてこないですよ、贅沢にアルミですよ、アルミのこうまあアルミなのはみんなアルミなんですけど、こんな立体感あるものはついてこないんですよ。
みんななんか取ってつけてるのがよくあるんで、こういうちっちゃいやつはね、という意味ではこの当時すごく贅沢な車両だったっていうのはですね、もうゾクゾクしますね。夢のようなマグナ50とは呼ばせねえ、50だぜっていうのがですね、七半君とその辺はアグリーなのかもしれませんけども、はい。でフュエルタンクも長いですね、これすごく。でこの個体はさっき見たらね、中すごい綺麗でした。だからこのタンクはちょっと貴重ですね、大事にしなきゃいけないなというふうな感じになってます。残念ながらメーター変わってます。なんか排気量が上がってるようです、どうやら、メーターも変わってしまってる。ここはちょっと残念ポイントですね。これ排気量上がってるんですか。これ排気量上がってるっぽいです、ちゃんと見てないです、はい。まあそんな感じになってるんですね、はい、はい。そしてシート、これもどうせ2人乗りできない50だからっていうことでかなりかっこいいですね。純正ですよ、デザイン最優先の感じで、非常にかっこいいシートがついてるんですね、これね、はい。でテールカウルですね、はい。テールカウル、まあプラスチックですけどね、プラスチックですけどテールカウル、こんな感じでボディカラーと、同一ので、それを支持するステーも、これ金属製でクロームメッキになってるという感じですね、はい。なので割と物が追加されてるだけで、外していけばノーマルになるっていう感じがする車両なんですよね、これね。さあリアちょっと見づらいですけど見ていきましょう。リアはですね、ディッシュホイールなんですよね、ほらすごいでしょこれ、磨きたくなるでしょこれ、しかもこれこういうの好きな人分かると思うんですけど、腐食してるんだけど磨くと全部取れちゃう腐食っていう、はいはいはい、これだから磨きがいがあるやつなんですよね。磨き終わるとめちゃピカピカになるやつですね、はい。表面に腐食が乗ってるだけっていう状態、ただこういうところから始めちゃうとダメなんですよ、これ取っとかないとという感じで、こんな太いねタイヤがついてて450の12ですよこれ。残念ながら山は全然ないので、これは新品交換しなきゃダメなんですけど、まあそんな感じになってます。そして面白ボックスと面白ウインカーがついてるんですけど、そのせいでウィンカーないですね、純正の、はい。これもちょっとつけなきゃダメですね、はい。そして、マフラーですね、はい。このマフラーは JMCA の何かがついてます、どうだか分かんないですけど、JMCA のちゃんと合法のマフラーがついてる状態になってるようです、はい。そして、エンジンですね。このエンジンはですね、 12V のクラッチ付きのエンジン、まあ普通の標準ですね。そしてセル付きキックなしです、これ、はい。セル付きキックなしの、エンジンがついてるという形になってます。何 cc かはこのバイクあるあるで不明です、はい。そしてキャブレターがですね、よくわかんないのついてますよ、はい。竹川って書いてある、インレットパイプがあって、その先に多分どれぐらいかな、24杯ぐらいに見えるキャブがついてるように見える。ただ当然外してみないとわかんないですけど、ただエアクリーナーボックスをノーマルを残してるんで、まあそんなものすごい台形のものはついてないと思いますけど、あるあるなのは 88cc なんですよ、この辺って。比較的簡単につけることができるんで、 88cc だとすると24杯とか26杯ぐらいがせいぜいなんですよね、その大きさ的に。だその辺なんじゃないのっていう VM キャブがついてるんで、はい、そんな感じがします、はい。まあ分かんないですけどね。そんな感じで、結構貴重なですねマグナ50、結構綺麗ですね。そしてこれ見てください、はい。なんつうんだっけな、フォワードコントロールだっけ、はい。こういうちょっと前の方に足を投げ出す感じでですね、大陸横断し放題のステップがついてるんですけど、はい、これもですねちょっと金ピカなので、できれば戻したいですね、本音を言うと。そんな別にどっか遠く行かないので、近所を徘徊するだけなので、できればノーマルステップに戻せたら戻したいなというところがですね、まあ今のところ思ってるところですね、はい。さあまたがってみますよ。なんかこう小柄なせいかすごいしっくりくる、ちょうどいいのはこのぐらいかっていう誤解をするぐらいですね。で各操作系、これあるあるなんですけど、各操作系が整備されていたバイクの操作系の動きなんですよ。バッテリーが上がっちゃってるんで少しの放置はあると思うんですけど、全部がしっとりきっちり動くっていうんですかね、すごくいいですね。でもステップはもうなんか結構前ですね、やっぱり。別にでも楽ですけどね、このままでもいいのかって気持ちにちょっと今なりましたけど、なんかこうメッキ感が嫌なんですよ、取ってつけたようなメッキ感っていうんですか、なんか外側に出てるし。だけどまあこれエアクリーナー買わすためにこうちょっと出てるんでしょうけど、だけどしっくり感はなんかまるで実家のような感じですねすごいしっくりくんだみたいな感じになってます。これはちょっと動くのが楽しみですね、はい。いやシャンとしてますねこれね、いろいろやりたくなっちゃうな。ということで、はい、マグナ50を今日はご紹介させていただきました。失礼、50でしたね、マグナ50をご紹介させていただきました。小さいですけどものすごい夢が詰まってますね。ということでですね、今日はモーターサイクルファンタジーこの辺でお開きですけど、このバイクがまたノーマルっぽく直ってですね、走る姿をですね、まあ2、3回ぐらいに分けてお届けできたらなというふうに思っております。